ラッコは仲間と手をつないで寝る習性があります。野生のラッコはしばしば水中で昆布や海藻に捕まり、これによって流されずに安定して水中で休息します。この行動は波や潮の流れに対抗して水中での位置を保つ効果があります。ただし水族館や動物園のラッコは水槽内でこれらの天然の浮力体が不足しています。そのため水族館ではラッコたちが昆布に捕まる代わりに仲間同士が手をつないで寝ます。ラッコの好物はハマグリやウニ、ホタテなどの高級食材で、そのために食費は年に数百万円に達します。ラッコは体温を維持するために多くのエネルギーを必要とします。そのため1日に大量の餌を摂取し、これを通じてエネルギーを確保します。